トリ・スペリングはアメリカ合衆国の女優、ロサンゼルス出身のユダヤ系。父親は ABC テレビの70年から80年代の人気ドラマを制作したプロデューサーで、スペリングテレビジョン代表であったアーロン・スペリング。1990年代の若者向けドラマ、ビバリーヒルズ高校白書、青春白書のドナマーティン役で知られる。 ビバリーヒルズシリーズに出演する以前にも数々のテレビドラマシリーズにゲスト出演している。彼女の出演は縁故採用だとの見方をされることが多いが彼女自身は変名を使いオーディションを受けて役を得たと主張している。ビバリーヒルズシリーズ終了後は主な出演の場を徐々に自主制作系の映画に移している。彼女は父親にそっくりなルックスでよく知られ。 アメリカではよく知られたパーティーピープルの一人でもある。ありがとうございます。